小川優太と申します。ロジック南海に入って6年目ぐらいになります。だいたい夕方あたりから、夕方お昼から出勤して、まあ、某宅配会社さんに行って荷物を基本的に手積みで積んで、そうですね、手積みで積んで、まあ、大体夜中、夜か夜中あたりに出発して、そこから、関西に向けて、車走らせて朝方到着して荷下ろしになりますね。最初は先輩方、2、3人、日によって違うんですけど、やはり先輩方と同乗して、そうですね、やはりいろいろ細かいことを指導してもらって、それでだいたい一月ぐらいで、一月二月はかかってないぐらいで、独り立ちはさせてもらいました。なんだ、いろんな人と交流できてるっていうのは、やはり毎日同じ仕事しててもそれは、違う人らと出会えたりするから、やはりそこが続けられてる理由ですかね。株式会社ロジック南海の阿蘇です。よろしくお願いします。まあ、所長も何でも気さくに話してくれるんで、まあ、先輩たちもこう怖いとかそういうのもないんで、年齢層が、まあ、うちの会社はちょっと40代メインみたいな感じになっちゃってるんで、まあ、落ち着いた雰囲気っていうのもありますし、まあ、そこに、まあ、20代の子が入ってきても、まあ息子ぐらいとか、もしくは年離れた兄弟みたいな、そんな感じで、まあアットホームな感じで、会社の中はそんな雰囲気ですかね。無事故手当、解禁手当ですね。あと、まあ、手当はこういろいろ仕事の内容と走った距離とかにもよって若干まあ変わってくるんですけど、多分他社よりかは全然手当っていうのは金額的にはもういいもんだと思いますし、あとはそうですね、休みの面でいうと必ず、月1回は連休をいただけるので、普段週1で寝て終わっちゃう日でも、やっぱり月1回でも連休があると、自分なりにどっか行こうとか、あ、また頑張ろうとか、まあ、些細な幸せを感じます。運転好きな人も、体を動かすのが好きな人も、まあ、みんな楽しくやっているんで、ぜひご応募お待ちしております。ドライバー求人サイトのドライバー